中国上海市郊外で急行列車が前から来た列車と衝突しました。乗っていた高知市の高知学芸高校の1年生と先生28人が死亡しました。一行は学校創立30周年の記念行事として中国に修学旅行に出かけていたもので、初めての海外旅行に胸を躍らせている最中の惨事でした。円高と国際化の中で増えている海外修学旅行、この事故はその裏側にある危険を示しました。花もつぼみの16歳、惜しみてもなおあまりある日本国の死を神去りたも、ありし日の面影を忍びつつ安らかにお休みください。